よろしくお願いします。まあ、あやまんがいるとかいないとか、はい、関係ないから、関係ないからからのぽいぽいぽいぽぽいぽいぽぴー、わー、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。秋元さやかです。まず映像が本当に鮮やかで、うん、綺麗なので、もう見てるだけでもテンションが上がるんですけど、やっぱりこう刺激的でちょっと挑戦的な女性像っていうのを皆さん見たかったんじゃないかなっていうのを私は感想として、はい、感じました、うん、この本作に出ています、セレーナ・ゴメス、バネッサ・ハジェンスはもちろん全米のトップアイドルということなんですが、この日本のトップアイドルグループの、所属されている秋元さんから見て、こういったこの本作で自分の殻を破って女優として活躍されているお二人っていうのはどのように映るんでしょうか。やっぱり役でいろんな役でこう自分のか、まあ、何事にも自分の殻を破って一歩進むっていうことは何事も大事だなと思うんですけど、やっぱりこうやって役でいろんなこういい意味で自分のこう表現だったり違ったなんだろう顔を見せれるっていうのはすごくこう楽しそうだなと思います。ではアイドル担当の、メンソーレアイナさん、どうですか、同じアイドルとしてこういった活躍をしている人を見る、はい、AKB48 さんもそうですけれども、はい、私はアイマンジャパンの顔担当でありアイドル的存在であり、そして18歳なので、こんな過激なことはできないなって思いながら映画を見ました。嘘です、この人みそじです。あ、18です。18です。18です。みそじなので、はい、すいません。18です、はい、頭の中もスプリングブレイク中です今、はい、すいません。18です、はい、30歳なんです、ね、18です。18です。気持ちがアイドルというアイドル担当ということですね。わ、はい、かりました。今のでじゃあ感想はよろしいんですね。ざわつかないでください。18です。ファッションもそうなんですけれども、自分の殻を破っていろんなことに挑戦してそこから何を得ていくのかっていうところもこのスプリングブレイカーズの映画を見て皆さんに感じていただいて、この夏をさらに楽しく、過ごしていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これからまあ女優とかも目指していくと思うんですが、はい、どうでしょう、こういう映画とかどうですか。まあ、役だったらいろんな役を本当体当たりして、まあ、アイドルから女優へ、まあ、殻を破って一歩踏み出すっていう点では一緒なので、いろんな面を見していろんな顔を見せていい意味で皆さんを裏切っていけたらいいなとは思います。はい、殺人鬼とか娼婦とかやってみたいです。キキリンさんのような女優さんになりたいです。大きく出ましたね、夢は大きく。そうですね、素直に仲間として嬉しいですし、私も追いかけていかなきゃいけないなっていうのは思うので、私たち卒業していくメンバーのこれからの動向が今いるメンバーの希望の光にもなると思うので、メンバーいるメンバーはいるメンバーでこれからもっと頑張っていかなきゃいけないし、私たちは私たちのまた次をつなげる道を作っていくことがまた第二章の次につながっていくのかなっていうのは思います。まあ、たくさん卒業するメンバーいるんですけど、秋元才加の卒業かすまないように皆さんメディアに取って取り扱っていただけたら嬉しいなと思います。